サイバーファンンディングフランチャイズバージョン撤退しそうな店舗が5軒ぐらいっていろいろ問題があったりとかして、なんか暴動前夜とかなんですか、そんなことないですよ。いや、それは僕のこところには認識してる範囲ではないまた認識してる、社長が認識してなかったらないよ。 株式会社エーバー代表林直博日本初授業をしない塾武田塾を創業フランチャイズ展開で全国制覇を果たし競場数は400校超え年商120億円を叩き出すサービスですよ令和の虎が志願者に試練を与え物語を新しい未来へと導く また認識してる、ね、社長が認識してなかったらないよ <laughs> 社員のところでそんなオーダーのボードを止めてるのがないでしょな今は現状すべて僕に連絡が来ます。もうそうですよね、はい、でで大体みんな、まあ、トントンの店舗もあるでしょうけど、はい、大体黒字なんですか経費のところまで把握してないのであ<ー>か細かくじゃあその家賃とかだったら分かるんですけど。 でうち払ってるロイヤリティとかだったらわかるんですけどそれ以外に使ってる部分までは細かく把握してないのであの本部としてはえー、と,黒字だと思ってますな,あそれがなんかよく言えば謙虚で正直なんだけどごめんねな,なんかちょっとまどろこしかな。はい うですね、だからこれだけやってればね、<の>結構聞かれると思うんですよ、はい、加盟したい人からね、はい、22店舗どうですかって言ったら、スカッと答えられないとそ、はい、本部がその設定してる、これぐらい売ってたら、黒字っていうラインは皆さん、超えられてるっていうことですね株式会社、ハレルヤ代表、斎藤智晴。 世界で絶大な人気を誇るカードゲームマジック・ザ・ギャザリングの専門店を運営通信販売実店舗経営 YouTuber トマ・ハッピーとしての活動で年間売上は30億を超えるホビー界のエヴァンジェリストは相手のライフを癒すのかあるいは強烈な一撃を叩き込むのか本部がその設定してるこれぐらい売ってたら黒字っていうラインは皆さん超えられてるっていうことですね割割超超ええてる。2> 2割は超えてないですか、うん ままだ超えてないす、はい、始っったばかかりとか、うん、ちゃんと整えてから撤退がほぼないっていうだけでも、はい、まあすすごいんですよさらにロイヤリティが1回の施術につき400円ってことはある程度の売り上げは分かりますよね店舗<あ>の、はい、売り上げは全て分かってますそうだけど経費が分かんないからってそんな別に <laughs> そんなねえそんな全然経費がもっとかか赤,赤字だったら撤退するよ。 だだって簡単だもん <laughs>、うん、3か月、4か月やってて全然違ったら撤退すると思うんですよ僕この業態はですよねめちゃくちゃすごい可能性あるんですよ、すごい可能性あるけどすごさが伝わらないしこの社長に信じて、まあ、1000万とまでいかないけど800万託して大丈夫かっていう 変な話しますけど僕託して大丈夫そうじゃないですか <laughs> <laughs> そういうものが欲しいわけですよいや僕もちゃんとリスクありますよって言いますしさらに僕は加盟説明会で全店舗のある月の売り上げを全部出してるし、うん、まあそれで全然儲かってないところもありますよとあと僕は気をつけてることは一番うまくいってない店舗二23年赤字だった店舗のデータを一番時間かけて説明してるわけですよ。うん、だからそういういににすればいいんだったら逆になんか いいと思うんですよね僕実際池田塾さんの説明会お邪魔したら「これ大丈夫ですか?」泥船かもしれないですよって言われました <laughs> いいことばっかじゃなくてちゃんといいところは伝えてあの悪いところとか100%じゃないんだよっていうのもおっっしゃってましたあの今日その、えー、と全店舗あの今ちょっと曲がりでやってる。 26店舗のうち9店舗は曲がりというかネイルサロンとか末裔サロンの中でやってる、はい、ないう <laughs> 感じでそれ以外がもうホワイトニング専門で出してるとか、ねはい、そこのえっとオープンから先月までの売り上げ来客数とかは資料として持ってきてるんですね、はい、単独店舗のは持ってるって持ってますでこれは仮面希望者さんには基本的にまああの紙として渡すっていうのはないんですけどウェブ面談とかでデータで見ていただいていいじゃんうまくいってるとか こんぐらいうまくいってるし、だまだまだとかこうですよ。誠実じゃないですか。はい。そんなの全店舗の売り上げ見せるなんて武田塾とね、こっちらしかないんじゃないですか。<laughs> そこは <laughs> あの武田塾さんの身を見染めじゃないですけど、なんかあのあんまりあの期待をさせすぎないえー、えー、みたいなところを、多分ちょっと履き違いってちゃってるのかもしれないです。なるほど。<ー>どいや、はい、だからいいんですけど、けどそうしたらね。 なんかこのパンフレットとかもちょっとバランス悪いなと思うんですよね、このフランチャイズのなんか、加盟店募集で、<laughs> はい、オープン初月ら100万円達成、もうち近々もう一席追加する予定です、ハートみたいなさ、なんかちょっと簡単そうでも見えるじゃないですか、<laughs> そのなんか、加盟資料のバランスからこうちょっと整えたいところありますよね、竹本さん、いかがですかそうですね、まさにそれはその通り、うん、だからも,もうちょっと、うん、そ言い方はもうもっと言い切ってしまって、構わないんだよね。はい それはでもあの本部の社長として、まあこれはやっぱ可能性にかけていただくのがフランチャイズだから、うん、必ずこうなるなんてことはないんで。うん、けどわかんないですけどこれ結構すごいんじゃないですか。いや僕はまあ繰り返しになっちゃいますけど最初話聞いたときやっぱこの分野は難しいと思ったんですよ。ええ、でもまああのでねあの日経の FC 賞とか出てるから、でなんだろう結構ここ出るぐらいまでなったんだと思ってこう発見したね。でうんで、うん、だ僕20人になったのは結構。 うん、まああよそう簡単な分野じゃないというのは割と簡単に考えて入ってくる人いるんですようん、うん、だからうまくいかない多いんじゃないか、ね。しやすいですよねだって機械を置いてみたいな、うん、でこ,うこれだけ儲かりますよみたいな書いてあったらさ。 質が悪い人が入ってきてるじゃん、うん、だからあんまり広告しない方がっていうふうに言ったわけですよああそこをなんかうまくこのここまでの22店舗においてはうまく管理されてるってことですね皆さんの質を保ってるってことですねもう少し簡単にすごく考えてる方はじゃあマシンだけ買って自分でやったらどうですかっていうお断りする場合も結構あるんですねそうですねこの方は大丈夫っていうとこだけこうシェアするっていう。 一応すごく簡単にできそうと思われてる方はそうじゃないんですよっていう説明をさせていただいてます。はい。実際あのー、まあただいてます。って説明させていただいてってマシンせて一たに入れましたって言って全然、あのー、ホワイトニングのお客さん来ないから加盟したいですっていう声も<ー>、はい、かもしくはマシンを買い取ってくださいってい声があったり。 そうですねで、えー、とー今の店舗のうちの1店舗は実際自分でマシンだけ買ってチャレンジしたんですけど、えー、1年ぐらいやって全然、あのー、月の売り上げが5万円とか多くて10万円みたいな感じだったところが看板を変えてやりたいって言われてじゃあ、あのー、今ちょうど1年経つんですけど先月とかだと130万ぐらいの売り上げになってるかなと。 っていうのはやっぱり広告とかその辺のブランド力っていうところが認識としてはで広告でさっき言ったら3万とか5万とかじゃないですかもっとこうかけてもいい気もするんですけどその辺のなんか費用対効果とかってどういう風に見ていらっしゃるんですかね今多くて3席なんですねで席の稼働率っていうのも一応 加味してるというか60%超えてくると希望の時間帯で予約が入れづらくなっちゃってそうすると広告費を上げてもちょっとロスしちゃう CPA が上がっちゃうみたいなところがあるのでそこのバランスを見ながら、まあ、60%超えてきたらできればもう1席増やしたいんですけどやっぱり物件の広さの関係とかもあってすぐに増やせないってなると、まあ、近くにもう1店舗っていう。 多分なんかこう広げていくのってそのブランドもそうですけどスピードでどんどん店舗増やしてもうしナンバーワン取るというか利用、はい、のホワイトニングでナンバーワンの市場を取るという勢いでやっていくのが多分一番早いと思うんですけど、はい、集客が本当に一番、まあ、どんなビジネスもそうですけど、はい、でさっき800円から5000円とかって言ったじゃないですか、はい、1>, まあ1万円とか広告単価、多分そ後上がっていくと思うんですよね。はい、今後その辺っててどどういうううういいい見解というかどういうそう想定をされてます なたら、上がっていかない施策っていうのはあの何が言いたいかっていうとその他に参入障壁が低い分今ちょっとホワイトニングの業界見てた2027年まではやっぱり伸びていくとで簡単にできるってなったら大手の資本とかそういうのが入ってきたらみんな広告を出すんで結果的に単価が上がるからそれはなかなか本部どうのこうのってできないと思うんですね。なななののでで SNS とととかそそっち系に振らないいいけけ思うんですけどその辺は どういうういい考えですかっていう広告宣伝の甘さを指摘するトラち参入障壁の低さゆえに SNS を駆使することが大切とトラは語る終盤戦窮地に追い込まれる志願者逆転の一手を有するのか物語はいよいよ最終局面へ 今ちょうどサンエイトさんで YouTube チャンネルが7月8月から始まってそれをちょっと積み上げていこうと思っているところとこれもまた林さんから教えていただいたメディアエクシードさんと契約して今毎月記事あのホームページの記事を増やすプラス各加盟店がちゃんと記事を書けるっていう体制を整えて広告以外のところからの流入も増やせるようなことは。 ちょっとこれがあの3ヶ月半年とかで結果が出るものじゃないと思ってるんですけど1年後2年後とかっていうところで真似できないところを作れたらなとじゃあオンドメディアと YouTube で今オーガニックでこう入るように進めてたりとか、はい、でちょっと一個もう一個聞きたいんですけど、はい、インスタアカウント結構あるじゃないですか、はい、で見てると三宮が多分本店ですよね、はい、で今フォロワーが1255人いて、はい、これどうやって増やしていってます要は何が言いたいいたかというとう いいね。とかのエンゲージが結構低いんですよ。はい、だどう？相互フォローだけでほや増やしてるのか、どんな感じですかね？現状、相互フォローだけが基本です。で、このアカウントから、例えば神戸の三宮本店に限定して言うと、どれぐらいインスタからの集客って月にどれぐらい来ます。8月神戸三宮えっ、ー、と新規の人数が77人でごめんなさい。ここに今内訳がないんですけど、ざっくりとえっ、ー、と8割が。 ウェブの検索、まあ、広告経由なのか MEO 経由なのか SEO 経由なのかでえー、っと1割いかないぐらいがインスタ78人はインスタそうですねまあ1割いかないぐらいなんで56人ぐらいな感じでもそれってノー広告ってことですよねはいただちょっと最近インスタの広告始めました9月に入ってからなんかこっちも結構伸ばした方がいいんじゃないかなっていうふうに、はい、個人的には思ったというかはい、はい それだけですなのでそこもちょっとその本部だけだと力が足りないなって思うのでどこに依頼していいのかなっていうのもインスタ広告は出してるんですかフェイスブックの管理画面からの広告出しててあ,、はい、あ,あとインスタの記事広告も最近出しし始めました、はい、そっちも今やり始めて、はい、多分そっちのほうが日は帯僕、今気づいたんですけど一点も抜けてないって言いますけどそもそも契約期間ここに3年って書いてあるじゃないですか。はい 前はそうじゃなかかったんですか前はその期間とか、何もない,っていうああこれからは3年でやろうみたいな感じで、はいはい、今までは特に縛りもないのに抜けてないっていう状態なんですね縛りもないから土地で辞めたっていうところが何件かあったっていう感じです、ね、ああその整えるときにですね、そうです,、ね、整するときにですね、はい。で、整えてからもう3年でやってます。あ整えてから3年でやってて、じゃ、はいまあその、契約上は抜けれない状態ではあるってことですね、はい、整えてからまだ3年経ってないと思うんで。そうですね あそっかこれ抜けるとどうなるんですか相談の上抜ける場合はなんか違約金いくらみたいな感じとかってあると思うんですけど、はい、これはどういう条件なんですか中途解約に関して違約金100万円っていう設定を100万円払って抜けたいっていうところはなかったってことですね、えー、それがまあ1店舗ちょっと7月末でや、えー、めるやめないで今直営で引き継いだっていう。 なるっはいもともと何かのサロンで1台置いてとかだったらリスクも少ないですし、はい、そういったお店が含まれてたら離脱率は低いですよねえっと現在26店舗中ホワイトニンカフェだけのところは何店舗ですか9マイナスなんで13じゃ多数派なんですねむしろその,の,の専門でやってるところがはい、はい、でまあ現状大体儲かってるとまだあの途上っていうところもあります 半年以上経ったお店とかはもう大体黒字化してるところの方が多いかなと思います黒字化してるところのが多いさっきは全体は8割のお店は黒字レベルですって言ってたじゃないですか、はい、ホワイトニングカフェさんだけの中では17店舗中何店舗が黒字ラインの数字出てますか、はい、そのうち直営が今3店舗なので、はい、直営の3店舗は一応黒字になってます、はい、で フランチャイズが十四ですよね、そうすると。はい。明らかにちょっとまだ黒字化達成してないっていうところが。はい。三店舗。それらは開業の、開業からの期間はそれぞれ。一年未満です。一年未満。はい。わかりました。正直に。ありがとうございます。はい、ああ、けどね、勝率としては悪くないです、ね。そうですね。で、でね、それで多分続けられてるってことは、まだ先が見えるというか、はい、その。 ずるずる下がってたり上がる気配がないとかいうわけじゃないから続けてるっていうこともありますもんね。はい、いやなかなかお話聞いてていいなと思ってるんですけど僕が手伝おっかなどうしようかなって悩む点がこの志願者シートで1点あるんですけど、はい、何だと思いますおそらく岩井社長とお話しした時に、えー、ときに加盟金の全額を リターンっていう形で書いたんですけども、はい、その後のロイヤリティからのリターンが書いてないっていうところかなと思いますよくわかってるじゃないですか違うだって学校の生徒ですからね <laughs> それ今のはズルです、ね、手伝う側としてはやっぱりその加盟金だけもらうってなるととにかく加盟させた方が僕とか竹村さん儲かるようになっちゃうわけですよねってことはめちゃくちゃ儲かりますよって,言ってその後は別に もちろんその後もうまくいった方がたくさん加盟が入るからいっちゃいいんですけど事業がうまくいくってことが僕ち関係なくなるからちょっと運命共同体じゃないなくなっちゃうってところがあるんですよね、はい、でもそれを分かってでもきっとこう書いたには理由があると思うんですよそこを正直にお話しすると,、えー、と今回、まあ、あの林社長と武村さんにがっつり本ー構築関わっていただきたい。 で、それの費用感が正直分からなかったというか、どのくらいの。今ロイヤリティの何パーって言ったところで、今の弊社のロイヤリティって、ちょっと。まだ全然、あの武田塾と武田塾さん、など分かってますよ。<laughs> <laughs> いやそんな九十パーセント、そんな。<laughs> <laughs> その辺がわからないから。<laughs> ちょっと加減がわからなかった。っったじゃこの辺じゃ、大相談っていうか、はい、イメージですね。かといって、ちょっと、あの割合として多く。 あの私すぎると本部が運営できなくなっちゃうなっていうのはそう,、ね、そうですよね。や、はい、けど一応、まあ、この場を借りてあの全国の視聴者さんとか、ね、出る人にねあの伝えておきますけど、はい、本部構築ができなくなるぐらい分けてくださいっていうわけがないんですよね。<laughs> そしたそんなフランチャイズをこよなく愛する僕と竹村さんが次々フランチャイズ本部をなんかシロアリのように食いつぶしていくことになりますから <laughs> 絶対にそれはないわけですよ。ねそれはあの安心してほしいと思いますね。 さあまあ、ここ P 入るかもしれないですけど50店舗展開ってこれ出てるんですけどそ,そこがおそらく野望を書いてるところだということですね多分このドメで50店舗っていう,ーう,いう、ね、ホームページがないんじゃないかなとどこもしっかりとこ,このドメインでこの店舗名で,で50店舗とかってやってるところはちょっと今現状見つけられてない。唯一あの これちょっとカットなのかピーなのかあれなんですけど僕2015年に始めようと思った時にさんっていうところがすでに十何店舗がやってらっしゃって前話してたよねはいであこれちょっとじゃあ真似すればこのように増やしていけるかなと思ってホームページとかいろいろ価格とかいろいろ真似させてもらってで今現状どうなってるかっていうと多分まだ20店舗超えてないというか十何店舗のままあそんな増えてないですね 曲がりででやっているるところもあるじゃないですか、はい、そこってエステさんとかあると思うんですけど、はい、ちょっと具体的にどういうところと曲がりをしてて、はい、でそこでホワイトニング入れることによってシナジー効果が生まれてるのかこの辺ってどうですかね曲がりしてるところで多いのはネイルサロンと、はい、まあネイルと末裔両方やってるとかで、まあ、プラスエステもやってるとかっていう形のところがえと現状多くて。 売上的にはもうちょっと細かくそのネイルの売上げホワイトニングの売上げみたいな感じで分けれてない部分もあって合算しちゃってるでも今年から少しそのホワイトニングの売上げだけをつけていただくようにしててそうするとプラス5万円っていうところもあればプラス40万円っていうところもじゃあアドオンでプラスア,アルファの売上げにもなってるし、はい、えっとそれはどういう意味で聞いたかっていうと。はい ホワイトニングもし集客ができるんだったらそれで本業の売り上げ、まあ、曲がりビジネスってそこが一番クロステルできると思うんですけど、はい、そうなれば曲がりでどんどん店舗展開を先にしてしまえば店舗数ではちょっとこう取れるじゃないですか、はい、で直営でそのあ直営というかその直接の店舗もそれと付随してやっていけばスピードは結構早いなとうう思ったんですけどその辺ってどう思います現状の曲がりでやってるところがスタッフも兼務でやってて。 どうううししててもやっっぱり本業とといかかネイイルとかがメインになってしまうんですね一日スタッフ1人で4件ネイルの予約を取っちゃうともうホワイトニング受け付ける時間がないみたいになっちゃってなので今後もしその曲がりでやるんでしたらそれは全然今も OK してるんですけどもスタッフだけはホワイトニング専任の方を置いてくださいってお願いしてましてそうしないとやっぱりあの稼働時間が専門店1日89時間営業してるのにそういう曲がりだと 2>, 2時間とかしか予約受け付ける時間がないとかってなってしまって、えー、いるっていう状態です。それでエステとかネイルとか、まあ、女性のサロンさんと掛け合わせているところが多いそうですね。なんか男性もねこう今後伸びてくるなと思ってるんですけど、はい、そういうところとコラボというかシナジーもあるなと思ったんですけどそうなるとすればどことこう一緒にやるのが相性いいなとかってあります、はい、基本あの今あの曲がりを あんまり水深そういうことですね。あんまりそっち路線よりかはもう普通にどんどんって,ってす。はい、すいません。ちょっと曲がりなもんで。<laughs> あの僕自身も曲がりで最初始めてそで、ねはい、ネイルサロンが元々やってる。月間60人ぐらい。来客があるところで始めたらそのネイルサロンに来てるお客さんが。 半分ぐらい来てくれるんじゃないかなみたいな思いで始めたんですけどやっぱりお客さんの層が別というか、はい、あじゃあそこは違うんですねでも中にはやっぱりネイルから何人か来るしホワイトニングに来た人が何人かはネイルに行くしってでもそこはあんまりメインでちょっと頼っちゃうとあの想定が狂っちゃうかなって思ってるので基本はやっぱりホワイトニング専門で作ってホワイトニング専門で集客していくっていう形で今進めてます。 はい、えっ、ー、とずいぶん時間も経ちました、えっ、ー、とそろそろ、えー、締めさせていただいてよろしいですか？はいはい、えー、佐藤さん、えー、ラストステートメントです。あの一言どうぞ皆さんに。まあ気軽にできるビジネスなんですけども、僕自身はあのしっかりと知識を持ったスタッフを全国に増やして、えー、まあこのビジネスを進めていくことで日本のゆくゆくは日本の 健康寿命を伸ばすことにつながっていくんじゃないかと思って今やっていますで、えー、フランチャイズ本部構築、ぜひご協力をよろしくお願いいたしますはいさんファイナルジャッジメントですはい、えー、みんなで話し合った結果ふんわり手伝わせていただきたいなと思います、はい であのー、すごくいいビジネスだと思いますしすごく謙虚でリスクも説明してもらってなんかねもらないところがいいなと思ったんですけどやっぱりこうこれからもいろんな人が今日、まあ、参戦してくるかもしれないしいろんな人を巻き込むにはちょっと受け答えがね弱いというかこの本当に静かな投資タイプなのかもしれないですけど燃えるようにこのこの業界を変えていくんだ何番を取るんだっていう感じがしなかったんで逆にそれをまあ 一緒にやっていく中で伝えていただけたら後々こう行きたいなとまずはちょっと一緒にやってみてそのなんか業界一位を取るんだみたいなのを伝わってくれれば嬉しいなと思いました、はい、でもとりあえず一緒によろしくお願いしますよろしくお願いしますはい竹村さんから順番に聞いていきましょうはい竹村さんいかがでしたかはいこれはあのー 僕はそれなりに手伝う価値はあるなと思って林さんにもそう言いました。と、まあ、いうのはあの世の中のだめ、うん、なフランチャイズに多いこの簡単に始められて営業利益率は高いですよみたいなそういうのの代表格なんだけど、まあ、そ,こをそういうのをひっくり返したいと我々が手伝うことによってということですね。というふうに思っています、はいはい、トマピー僕はすごいいいなって感じて。 ただ、これ佐藤さんが本気の本気だった上で林さんと竹村さんが本気で手伝っちゃうとものすごいスピードでものすごい規模になっていく可能性があると感じてなんかその、それに見合った覚悟がないとちょっと不幸せになっちゃうんじゃないかと少し心配になったりしましたでも期待感はすごかったです。頑張ってください。いありがとうございます。 はい、前田さん、はい、僕も結論すごいいいと思いましたで優しすぎるなっていうのが <laughs> あの、まあ、いい意味でと悪い意味でっていうのがやっぱ出てくると今後思うんですねでこのビジネスを手伝う上でやっぱりマーケティングとかやっぱり拡大するスピードはすごい僕は大事だと思うんでぜひその辺を意識して僕の知ってる知識だったりとか人脈巻き込んでそこがサポートできれば少しはお力になれるかなと思いますんでよろしくお願いしますでは最後に林さん そうですね確かに今井田さんの言うとおり優しすぎるかもしれないですね。なんで一緒にやっていく中で林、はい、社長のこういう性格の悪いところを見習おうみたいなそういうのも時にはやっぱね向こうもだってねあの横島な心を持った人も入ってきますからそういうのをこういかにディフェンスするか関わらないかっていうのもすごく大事だと思うんででれなんかなんで一緒に頑張っていきましょう。 トラたちからの宿題は残ったが見事ふんわり手伝うを獲得した志願者ダメなフランチャイズの代表格その評価をひっくり返すためトラのサポートのもと新たな一歩を踏み出すフランチャイズの力で新しい未来をつかみ取る日まで男の背中を押しトラたちは次なる志願者を待つ